はい、えー、それでは上野選手のインタビューを始めさせていただきます。えー、まずはじめに試合を振り返っての率直な感想をお聞かせください。はい、プロ10戦目やっと初勝利をつかむことができて本当に嬉しく思っています。はい、はいえっと対戦ての有沙選手はまあ試合前と試合後のなんかイメージ印象の違いなどありましたらお聞かせください。有沙選手は、えー、っとデビュー戦ということもあってほとんどなんか。 情報がなくて、ほとんど何も分かっていない状態で今日迎えたので印象初めの印象というのはあまりないんですけど、えー、と試合をしてみての感想はそうです、ね、やっぱり手足が長くてリーチがすごいあったのでちょっと入るのがやりにくいなって思ったんですけどでも、倒せてよかったです。はい それでは最後に今後の目標をお聞かせください今後の目標は今回初勝利だったので次も勝ちたいですはいありがとうございますこちらでインタビュー終了させていただきますはいありがとうございます